キャロットさん、いいえキャロット、あなたに見せたいコレクションがありますの。コレクション？あなたは私に下心が終わりでしょ。私も同じですの。私も別の目的があってあなたをお呼びしましたの。私は美しい少年が好きだから、こうしてみんなに永遠の命を与えたの。それじゃこいつらって、さ、元は生きた美少年、 パーソナーの貧しい一生を過ごすより、この方が幸せに決まってます。そうか、知らなかったぜ。まさかこの俺も石に。お主、鏡を見たことがないのか。え、花も男もめでるだけではつまらぬ。蔑み踏みにじる心地よさもあろう。美しいものはわらわのコレクションに。そしてお主のような醜いアホをはいじめていじめていじめ抜く。 あんに、ちょっとバルバラちゃん、バルバラではない、わらわのことは姫と呼ぶのじゃ。いえではない、姫だ。よい魚、ヒラメ、このバカ者。姫、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 もっと早く。姫、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 こんなもんでよろしいでしょうか。遅い。わらわに逆らうものは術から不幸なるのじゃ。姫、痛まえ、本当に痛い。痛くしてるのじゃ。姫、姫、キャロ、ダーリン。ダーリンをヒールで踏みにじっていいものはこの世で私だって。なこといつ決めたんだ。 三人とも、わらわのコレクションにしてくれる。死ね！ごとき分際で、我らソーサラーのパワーを甘く見るからじゃ。これは？ゾアントロピーだ。キャロットは魔法を吸収し、その力を己の秘めたベスナルモノへの変身に使う。何？それでは、お主たちが噂の。